戦闘開始です。やってみせるよ。プロメテウス、最後まで戦えなくて、すみません。その程度でよく俺に逆らおうと思ったな。やろう。手ごわい野郎だ。おめでとう、はい、ママ。戦友が危ねえ。俺は腐っても太刀は見捨てねえぞ。監獄にぶち込んでやると。おいお前、俺と組め。俺のバリア貸してやんべ。見せんじゃねえ。なんてすげえ力だ。
所だね。俺の縄張りにしてやる。へえ、おいしいとこ持ってくじゃないか。全員寿命を奪ってやる。俺は無双の海賊、魂の徳の血の海だ。まさに地獄だ。楽しませてくれるじゃねえか。こちら戦闘丸、目標付近に到着した。これより任務を開始する。やるじゃねえか。おいおい、どうなってんだ。よし、いや、どうだ。こいつら、俺式で俺を殺せると思ってやがる。ロメテウス、どうだ。決めてやろう。長い付き合いでした。ほっとくのも目覚めが悪いか。助けはいらねえなんて言うなよ。クソ生意気な小僧が、てめえの力を見せてみやがれ。温厚ならば、この程度は歯ならしか。わしねえ奴らばかりだな。あんたを倒すと、世界の均衡が崩れるんですからね。速度は重さ。光の速度で蹴られたことはあるんだい。足の負け。もう終わりかい。それでいい。ザコどもに格の違いを見せつけてやれ。これはきくね。俺に勝とうなんて夢見てんじゃねえよ。この俺と同列だってんなら、それくらいやってもらわねえとな。いい場所だね。俺の縄張りにしてやる。へえ、おいしいとこ持ってくじゃないか。おいおい、どうなってんだ。本気で行く。てめえも四皇なんだ。俺と組むだけの実力はあるんだろうな。やめてやす。四皇同士の共闘か。会うところ敵なしだ。こいつは海軍本部に戻って報告しとかねえと。二度とその面見せんじゃねえ。四皇ならばこの程度は刀ならしか。ピオじゃねえか。
大好きさ。